走れソリよ風のように雪の中を軽く速く笑いよえと雪に負けば明るい光の花になるよ Hey!走れソリよ丘の上は雪も白く風も白く歌う声は飛んでゆくよ輝き始めた星の空へ Hey!シンプル簡単バージョンやってみました。この鈴がすごい響くでしょ。これね、便利ですよ。この手首にはめるだけですから。これ、シャンシャン、手首をこうね、振るたんびにシャンとなる。便利な道具がありました。あ、今のジングルベル、入門コード3つのね、シンプル簡単バージョンでしたけども、気づいた？途中の、ヘイとか、ウーとか、オーレー。この掛け声がガズレレ式でございます。これね、みんなで一緒にやる。で、この曲演奏する前にみんなに、最初に練習してもらってください。明るい光の花になるよ、ヘイだよ、つって、その次、光の我が、まあ、う、振り付けも、うですからね。はい。その次、森に林に響きながら、オレイ急になんかちょっとスペインになっちゃうみたいな、そんな感じですね。今ね、YouTube で一緒にできたという方、これはクリスマスパーティーにまさか YouTube 見ながらやるわけいかないから、やっぱり、ね、自分だけで、ご自身だけでできるようにちょっと練習してほしいんですけど、その時にね、やっぱりちょっと楽譜見たりさ、最初覚えたいでしょ。で、ガズがいつもこうやってノートル、こうやってこれ書いて今や、これを見ながら今やったんですけど、今ね、ガズクラブというサービスがあります。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のジングルベルを含む今までガズが取りためてきた膨大なノート楽譜のストックの中から皆さんが毎月5曲、ダウンロードしてどんどん練習できるよというプログラムで、実はね、このジングルベルで最近追加されたんですよ。これね、定番すぎて入ってなかったっていう面白い推しがあって、なんで今これダウンロードできますということで、ガズクラブめちゃ盛り上がってますんで、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。そしたら楽譜をちょっと写していきましょう。はい、こんな感じですよ。超シンプルなんですけど、入門コード3つでシンプルなんだけど、よく見てもらうと、ここ見て、C が1ブロック、次 C、F、F、G、7。ちょっとこうずれ込んでる感じ。よーく見ると、あれなんかずれ込んでるって感じで。コードは簡単ですけど、このコード変えるタイミングがちょっとね、面白いことになってるんで、これ一時停止してメモってください。まあ、これね、ほんとガズクラブでゲットしていただくのもいいと思うんですけど、手で書いてももうそんな難しくないんで、それもおすすめです。で、今日も2番もやろうと思います。ちょっと歌詞が変わりますけどね。はい、そんな感じです。あ、そうだ、忘れちゃいけない。これですよ、ほら。へぇ、うー、おれ。この三段活用、この掛け声がね、大事です。なんでこれね、パーティーで弾くときは、最初ここ練習してください。ここ。花になるよ、ヘイ。これ、ヘイってここで言うんだよ、とか言ってね。光の輪が、まあ、うーって言うんだよ、とか。ここ最後、お礼だよ。そうやってから始めるのがキーポイントです。さっきも言ったんですけど、入門コード3つで。これはもう超絶、これ以上の入門コードないっていうぐらい入門コードですよ。はい。で、これでやってみようと思います。はい。じゃあちょっとね、今日これは、こっからはかっこいいバージョンいこうと思うんですけど、やっぱかっこいいバージョンは、いろんなリズムでやるといいと思うんですが、まあ、やっぱりね、ちょっとこう大きいリズムで撮って8ビートのチャがいいかな。ちょっとね、こうルンルン気分。シャッフルの8ビートのチャのバージョンでやってみようと思いますけど、8ビートっていうのは、じゃんじゃじゃん、んちゃじゃん、じゃんじゃん、んちゃじゃん。これちょっと跳ねた感じでやりたいですね。じゃん、
シャッフルって言うんですけど、これ跳ねたリズム。はい。この8ビートなんですけど、こう8ビートのチャでシャッフルでやってみてます。ちなみにこの8ビートのチャという弾き方、ここにリンク貼っておきますんで、これちょっと、やってみたい方はやってみてください。リズムはね、8ビートというのが基本になってますから、まず8ビートをやってから8ビートのチャ。これ体を揺らして、思いっきり全開で、そしてさらに、こっちも行きますよ。ヘイ、ウー、オレイ。このアレンジで、もちろん鈴もつけます。はい。いやー楽しいですね。これもう本当にみんな盛り上がってほしいな。今年のクリスマスパーティーはグレルで。そんなわけでですね。じゃあ準備、バッチリです。ジングルベルガズレレールかっこいいバージョン。やってみる8ビートになるともう、なんてドライブ感、まさにこうサンタさんがソリに乗ってこうグワーッとこう行くぞみたいな、みんなの街に行きますみたいな、そんなね、この鈴がそんなムードをね高めてくれるかなと思って、あちょっと熱くなってきた。これ楽しんでぜひ皆さん大きな声で家族中仲間中で、このヘイとかオレとかウーとか、これがまた盛り上がるんですよ。やってみたら分かりますから、まず最初練習してから本番に入ってくださいね皆さん。はい、そんな感じでこのウクレレクリスマスパーティー盛り上がっていこう。クリスマスの曲いろいろここにリンク貼っておきますね。ここにまとまってるんで、他にもたくさんいい曲ある。ぜひクリスマス、今年のクリスマスウクレレパーティーやってください。2023年のクリスマスイブはなんと日曜日ということで、なんとガズレレ YouTube チャンネルでライブ配信クリスマスパーティーしますよ。14時からです。皆さんぜひ予定入れといてください。その時にみんなで歌ったりこのメロディー弾いたりできるようにちょっとね予習してもらうといいかなと。でさっきね、あの概要欄に貼ってるクリスマスの曲もちょっとそこで今一度確認してもらって、クリスマスのムード盛り上げてクリスマスイブには本番突入みたいな感じでやっていこうじゃありませんか。新しい本が出版されます。12月22日にこの本、これすごくないですか、このちっちゃさ。はい、ちなみに今まで出してた本の大きさこれですからね、かなりこれちっちゃいことになってます。こんな感じで、はい、これどういう本かというと、このね今これ目に見てるソングブック5って書いてあるんですよ。このシリーズの1と2が青い本に2冊分200曲収納で、3と4がこのピンクの本に200曲収納で、要はちっちゃくなって倍になってですね、じゃあこれ楽譜なんですけど開きやすいんですよ。すごくグッと開きやすいという特殊加工になってて、めちゃくちゃいい本になっております。中身は 1,2,3,4 とそれぞれ一緒ですけれども、これ持ち運び感とかこのね見やすさとか、はい、なかなか考えられている本ですございます。でこれ帯をね外すとねすごいいいですよ。この帯っていうのがあるじゃないですか、この帯、はい、帯外しました。そしたら後ろにこうガズレレ必須コードがこう書いてあって、初心者としてこれを見ながら楽譜も一緒に見られるというね、そういうアイデアも満載なこの本、ただいまアマゾンとか書店さん楽器店さんで大好評、予約受付期間中です。よろしくお願いします。でガズレレではね、あと他にもいろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、あの
インストールは無料ですんで、まず入れてみて、お試し、額もあるんで見てみてください。そこでもね、たくさん楽譜がゲットできますからね、一曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとね、この、水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさん取り上がってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから、鍵盤楽器は全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん、楽しく音楽していこう。バイバイ。